はい、それでは今から函館に2泊3日の旅に行きます。イエーイ泊まるのはですね、ヒルズテラス函館というところで一棟貸しのヴィラなんですが、今回宿泊するのは初めてなので、どんなところかレポできればと思います。皆さんラッキーピエロに着きますよ。ラッキーピエロ、ラッキーピエロ、ラッキーハッピーハッピーセットに、ハッピーセットじゃなくてラッキーピエロ。はい、かしこまりました。うまいね、これ。進化してるね、いきなり。入り口にあるジャガイモのオブジェが特徴的な道の駅七色七重です。北海道のじゃらん道の駅ランキング2022でも第2位にランクインしています。お酒やお土産とか結構珍しいものもたくさんあったので、ここで選んでいくと買い物も楽だと思います。こんなね、日用品とかもありました。一番入り口にあるのが受付です。ランチやディナーだけでも行けて、滞在中のお食事はこちらで取ることになります。歩いてもすごい近いんですけれども、ヴィラまでお車で迎えに来てもらいます。お部屋は北欧ロチを思わせるぬくもりのあるスタイルで、薪ストーブの揺らぎが目も癒してくれます。2階ベッドルーム、1階ベッドルームで2箇所ベッドルームはあります。洗面台を抜けてお風呂からも出入りできるんですが、今回テントサウナがテラスにあります。すぐ雪遊びができるように玄関にはソリや雪玉を作る器具が置いてあります。こちらのトーションをお膝にかけていただいて、クルギンカボチャのポタージュスープになっておりますので、あとはもうお子様のお好きなオムライスですとかハンバーグですとか、お子様のお好きなものでキツブレートを作らさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。入っておりますので、こう、ナイフでカットしていただいて、こうソースの方に。鮭と、うん、わかんない、カツオ節かな。パパがなんか釣りたがってきた。何？はい、函館2日目です。今日はまず最初にイカの塩辛作りをして、その後にイカ釣りをして、で最後にだるま作りをしようと思って、その様子をお届けします。イエーイ。泊まっていたホテルからは、塩辛作りの函館の方に行くまで、だいたい50分ぐらいかかります。なんでその時間の分もね、計算してスケジューリングするといいと思います。
髪の毛が中に落ちないように、それ開いたら帽子になるから。どっちなんと思うんですか。犬いた。こちらなんか映どれか。田舎なんかなんか。マイナス20度だって。あ、マイナス20度。足洗うんです。はい。そうですね。これは何ですか。包丁。うん、これも包丁。これはね、マキリっていう包丁です。あの胴のとこと、それから足のとこからこう包丁を入れるんですけど、これだと入っていかないですよ。うん、広くて。じゃあ細長くて。で、これだとスーッと入っていく。でもガチ危ないから。ね。それでなおかつイカグロっていうのが入ってる。イカグロは肝臓です、うん、これが小辛には貴重な役目をします。金属のものが入ると自動的に止まれなくて、金属探知機ですね。僕のこう人間があのここでなぜかっていうと釣りイカを釣り針で取ります。その針が折れて足とかに刺さらない、刺さって潜り込んでるとやっぱり危ないですよね。それでこういうので検査します。なるほど。怖い、怖い、めっちゃ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 怖い。で、その経験を生かしてですね、ちくわ工場のちくわの機械を改造します。すり身の機械。すり身の機械は歯と受け皿があります。歯が4枚ぐらいあって、そのぐるぐるって回って、受け皿が小さいのいっぱい。ね、これ切れちゃうのよ。丸盤がついてますね。そしてここを細く長く切れたイカをですね、今度こっちの方に出てきますから、こっちに2本の歯がぐる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 2本とのように回ってます。バットからバット。これなんて言うんだろうね。これ混ぜるやつだね。入ってますでしょ。でヘラになってます、ね、で塩辛を美味しくするにはこういう作業が必要です。こうやって、ね、入ってるでしょ。どう昆布入ってる。どうだったかちゃん。楽しかった。だからちょっとラップ取りますよ。ガチも準備だ。次はちょっと待ってね、ガチャ、ハッシュパパに一つ。まあそれが入ってるでしょうからね。でその次がまた麹です。この麹用の塩辛は昔の味で、上の麹と違ってちょっと昔の味をします。後編では子供たちが一番喜んだだるま作りやワカサギ釣り、バナナマンのせっかくグルメで紹介されたスープカレー、絶品クレープをご紹介します。